令和元年10月22日神戸王子スタジアムにて 2019X リーグディビジョン2ウエスト大阪ガススカンクス対ゴールデンファイターズの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側カラーのユニフォームイエローが大阪ガススカンクス、奥側バックスタンドホワイトのユニフォームがゴールデンファイターズです。大阪ガスキックオフ、ゴールデンファイターズリターンで試合が始まります。プレーナンバー1の4ゴールデンファイターズサーダン7、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功。ファーストクォーターバック10番ミドルゾーンへのパス、ターゲット19番ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の7ゴールデンファイ、失礼、ゴールデンファイターズ自陣48ヤードからサードダウン7、攻撃権更新には7ヤードの前進が必要です。中央にランプレーキャリア91番、しかしここでボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは大阪ガス、したがって攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー1の8大阪ガスファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック45番、ハンドオフを受け中央突破。相手タックルを振りほどき、ファーストラン獲得です。プレーナンバー1の10、大阪ガス。相手陣40ヤードからセカンドダウン内。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の14大阪ガスフォースダウン2、ボールオン相手陣19ヤード。プレーを選択します。ギャンブル、2ヤード前進しないと攻守交代です。ギャンブル失敗。ランニバック23番ハンドオフを受け左オープンをつきましたが、これはゴールデンファイターズがアジャストしゲインできず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー1の19大阪ガスファーストダウン10、ボールオン自陣32ヤード。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック10番、左への QB スイープ、相手タックルを振り、かいくぐりファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の24大阪ガスサーダウン12、ボールオン相手陣40ヤード。パス成功。ファーストラン。クォーターバック18番、プレッシャーを浴びながら右にロールアウト、そしてワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の2大阪ガス相手陣20ヤードからサーダウン8、
攻撃権更新には8ヤード、得点には20ヤードの前進が必要です。パス成功、タッチダウン。クォーターバック18番、ショットガンフォーメーションからミドルゾーンへのロングパス。このパスを1番がエンドゾーンでキャッチ。タッチダウン成立で大阪ガス6点獲得です。プレーナンバー2の9、ゴールデンファイターズフォースダウン18、パントフォーメーションを選択します。パンター55番、大阪スリターン22番、ナイスリターン、パントリターナー22番。このパントをキャッチし左オープンを独走、相手陣5ヤード付近でアウトバーンズ。ナイスリターンでファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の10、大阪ガスファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。ナニバック45番、ハンドオフから中央突破、相手タックルを弾き飛ばし、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。大阪ガス6点獲得です。プレーナンバー2の17、ゴールデンファイターズ自陣15ヤードからサーダウン16、攻撃権更新には16ヤードの獲得が必要です。QB サーク、クォーターバック10番、パスを投じようとしましたが、これは大阪ガスがラッシュし QB サーク、ロスしております。プレーナンバー2の18、ゴールデンファイターズ自陣12ヤードからフォースダウン19、パントフォーメーションを選択します。キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。このパントはショート、大阪ガスリターン、タッチダウン。ゴールデンファイターズのパントはショート、しかしこのショートしたパントを大阪ガス28番がキャッチ、相手ブロッカーがタックラーがいないことを隙間を抜き、そのまま左オープン展開、エンドゾーンに入りタッチダウン。大阪ガス6点獲得です。プレーナンバー2の20、大阪ガスキックオフ、キッカー3番、ゴールデンファイターズリターン。このリターンよくハーフウェイ付近でボールデッド、ゴールデンファイターズハーフウェイ付近からファーストダウン。プレーナンバー2の23、ゴールデンファイターズ自陣46ヤードからサーダウン13、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック9番、ワイドレシーバー8番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の25、ゴールデンファイターズファーストダウン点、失礼、ファーストダウン20、ボールオンは相手陣48ヤード。インターセプト、クォーターバック10番ロングパス、ターゲット13番、しかしこのパスを取ったのは大阪ガス7番、攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー2の34、大阪ガスファーストダウン点、ボールオン相手陣46ヤード、前半残り時間は1分31秒。パス成功、ファーストダウン。
ワイドレシーバーロング1番ロングパスをキャッチしファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の36大阪ガス相手陣23ヤードからセカンドダウン点。前半の5時間は1分12秒。18番ワイドレシーバー28番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の38大阪ガス相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。残り時間前半1分。パス不成功。クォーターバック18番パスを投じようとしましたがプレッシャーから右に流れつつパスを投げ捨てました。プレッシャーはゴールデンファイターズ31番。プレーナンバー2の40大阪ガス相手陣2ヤードからサーダウン2ゴール。前半残り時間は49秒。タッチャー。ランニバック10番ハンドオフ系から自ら中央突破右を2クル駆け上がりエンドゾーン飛び込みタッチダウン。ゴールデンファイターズ6点獲得。プレーナンバー2の43ゴールデンファイターズファースト3点。ボールオン自陣46ヤード試合時前半残り時間は39秒。パス成功。クォーターバック10番19番にパスを通し約7ヤードゲイン。外へ出たので時計は止まります。プレーナンバー2の46ゴールデンファイターズセカンドダウン17ボールオン相手陣48ヤード。ゴールデンファイターズファーストダウン。クォーターバック10番ワイドレシーバー8番にパスを通し8番キャッチアンドランファーストダウン。外へ出たので時計止まりまして前半残り時間は7秒。プレーナンバー2の47ゴールデンファイターズファーストダウン点。試合時間前半残り7秒。パス成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー8番にパスを通し約6ヤードゲイン。外へ出たので時計止まりまして試合時間前半残り4秒。プレーナンバー2の49ゴールデンファイターズセカンドダウン3フィールドゴールチョイスキッカー35番キックレングス37ヤード。このキックを大阪ガスはブロック。フィールドゴール失敗です。ゴールデンファイターズ無得点。ここで前半の時間がなくなりました。前半を終了しまして大阪ガススカンクス28点ゴールデンファイターズ0点。大阪ガスリードで後半戦に入ります。パス成功。ファーストダウン。ゴールデンファイターズファーストダウン。パス成功。ファーストダウン。ランニングバック9番オプションプレーのピッチを受け左オープン展開。しかし攻撃権更新には至らず攻守交代です。ターンオーバー。パス成功。ファーストダウン。大阪ガスファーストダウン。キュービーサーク。パス成功。ボールオン相手陣35ヤード。
セット。大阪ガス、フォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。1ヤード前進できないと攻守交代です。中央へのランプレー、キャリア45番、しかしこれはノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。パス成功、ファースターン。ゴールデンファイターズ、サーダン3。ゴールデンファイターズファースダウン。キュービーサーク。パス不成功。クォーターバック10番。ランニングバックへのシャベルパス。小さなマイパスでキャッチアンドランを狙いましたが、このパス通らず、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、大阪ガススカンクス28点、ゴールデンファイターズ0点で大阪ガススカンクスの勝利です。